これで完成なんですよ。めっちゃ簡単です。おー、どうも料理道具さん、リュウジです。君の人にハイボール。私が本日作るのはですね、ご飯のお供にもお酒のお供にも最高に美味しいっていうレシピでございます。生姜焼きなんですよ。前に、至高の生姜焼きと究極の生姜焼きっていうのをね作ってて、今回はですねマジですそれを超えるかもしれないです。前は豚ロース肉と豚こま肉でやったんです。今回は鶏であります。鶏、ささみの生姜焼き、ささみ肉で生姜焼きやるとめちゃくちゃうまいですよ。なんですね、今回はですねささみのめちゃくちゃ柔らかくする調理法と一緒に紹介していきます。よろしくお願いします。リュウジのバズレシピ。ささみなんですけども、今回4本使います。はい、別に3本でやっていただいてもいいです。3本でやる場合はちょっと調味料をね、ちょっと少なめにしていただければ大丈夫です。今回4本で大体 260g ぐらいのささみ、そして衝撃なんで生姜ですね。生姜ね、生のもの 15g ぐらい、半分ずつ使用します。半分ずつっていうのはおろしと千切りで香りのコントラストをつけていくっていう分量の感じですね。あとやっぱ生姜焼きですんでキャベツあった方がいいと思う。はい、これはですねマジで自信作です。なぜかというと、ささみ肉って結構パサパサするイメージあるんですけども、このささみ肉めちゃくちゃ柔らかくなるんですよ。この鶏ささみ肉を柔らかく調理していくために、まず自分が柔らかくなっていきます。やれるのかー。ハイボーラーに俺はなる。ということで鶏肉を柔らかくするために自分を柔らかくしていきます。あーうまい。ということで鶏肉の野郎をやらごしていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね生姜、まず半分をスライスしてください。こんな感じで、で、こっちはすりおろしね、でこっちは千切り重ねて、こうやって切っていけばいいので、うん、こんな感じですね。生姜は切り終わりました。はい、そしたらですね、ここで主役のささみんです。ささみん、こんな感じで並べます。こうやって等間隔でまな板に置いていただいてね、ラップします。で、ここからがささみをすごく美味しく食べるやり方なんですけど、重要なのはですね、手頃な酒瓶をと持ってください。そしてえ、容赦なく圧迫することです。これをすることによって、冗談とかちょっと気が狂ったわけじゃないんですよ。はい、こうすることによってささみってめちゃくちゃ柔らかくなるんですよ。このやり方一回やってるめちゃくちゃうまいですからね。はい、ちょっとね熱いのがあったらもうまたもう包丁のせいでトン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 とまた薄く伸びますね。そうしましたら、ここに塩コショウ軽くね、全体にほんと軽くでいいですよ。はい、塩コショウを振っていきます。施していきましょう。はい、パラ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 、軽くでいいですよ。あんまりつけすぎちゃうと今度はね塩辛くなっちゃったりするんですね。全体を塩コショウしたら、今度は薄力粉ですね。これはね、僕が使ってるのはこの薄いね、サラサラの薄力粉なんですけども、これをね全体にまぶしていきます。もしない方は普通にね薄力粉をはたいていただいて大丈夫ですからね。はい、でこれ一回薄くすると、この鶏肉の繊維がですね、破壊されて、すごくね柔らかくなるんですね。そしてこの薄力粉をまぶすことによって、鶏肉の水分が逃げずにですね非常にジューシーになる。これねやってみてください。今回ね僕筋取ってないんですよ。で筋はねコリッとしたのが苦手な方は最初に取っていただいていいんですけども、今回取りません。むしろこの筋残しておいた方がうまいです。ほとんど気にならないと思います。ね、はい、こんな感じ。これでした。早速焼いていきます。はい、もうね難しいことは全然ないので、油大さじ1杯ぐらい引いてください。で温めて、もうほんとこれこんがり焼いてタレをまぶすだけです。大体ね、大きめのフライパンで、これこと足りますんで、もうね、ここの叩いたね、ささみが、まあ、うまいんだわ、これ。ちょい強めの中火で、焼いていただいて結構でございます。焼いて
はい。で、もうね、こんな感じ。こんな感じ。ちょっとこう、焼き目がついたかな。もう薄く焼き目がついたかなぐらいな感じ。はい。ここでですね、もうね、この、千切り生姜ね、入れちゃいます。はい。ひっくり返したら中火にしていただいて、タレをね、入れていきます。まず、お醤油ベースですね。大さじ1と、半分。みんなんですが、小さじ2杯。お酒、大さじ2杯。お砂糖、小さじ1杯。で、味の素が、1、2、3、4振りです。はい。これで旨味をつけていきます。鶏肉のイノシン酸と、味の素のグルタミン酸で旨味の相乗効果を狙っていく作戦ですね。はい。で、ここに、ちょっと火を止めて、おろし生姜ね。で、生姜ね、皮付きでいいですからね。皮付きで。はい。はい。ちょっと煮詰めます。で、このおろした生姜、ちょっと全体絡めるような。ね。こんな感じで絡めてください。生姜ね、生だとね、結構濃いんでね。はい。こんな感じでござるよ。なんとね、これで完成なんですよ。めっちゃ簡単でしょ。ね、キャベツはね、別に手切りで千切りしていただいても構いませんので、はい、私はこれかも生姜焼きを持っていきます。この場合はね、こんな感じで、だいたいね、何人前かって結構最近質問あるんですけども、まあでも2枚でご飯1杯いけるんで、まあなんかそんな感じで見ていただければ。おほほ、これうまそうじゃない。この残ったタレをたらっと、おー最高だね。まあ、生姜焼きですから、まあ、ちょっとここら辺にマヨネーズ絞っていただいてもいいですね。ということでですね、最高に美味しいささみの生姜焼き完成です。はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。もう一枚いただきますか。このまま、かぶりついちゃいます。うまっ。これね、豚の醤油かけるうまいかもな。キャベツも一緒にいきましょうか。あのね、とんでもないこと起こってます。まずささみが平べったくしてあるんですけども、繊維が全部平たくされて、ささみの水分を逃がさないように薄力粉でコーティングしてるのを焼いてるんですね。めちゃくちゃささみが柔らかくしてある。パサつきとか全くないですよ。むしろすごい柔らかくてすごいジューシー。ダブル生姜を使ったタレ、生姜の香りがブワーッときますね。至高の生姜焼きと究極の生姜焼きをやった時も、生姜の千切りと生姜のすりおろしをダブル使いでやったんですけども、異常に美味しい。これは最高ですね。これね、やばいわ。ちょっと味変変わるんで、ね、味見でいきたいですね。いただきます。七味もめっちゃ、とにかく絡まってる。最高にうまくて、ささみがこんな柔らかくなるかって、ほんとびっくりしますよ。今日は誰ですか。やばーい、やばーい。ささみ生姜焼きいただきます。はい、これね、かぶりついて大丈夫。柔らか、柔らか、うまっ。豚より柔らかくなる。柔らかい。うまっ。しかも普通の豚よりヘルシー。これがスタンダードでいいんじゃないですか。これもそう思う。割とこれ至高の衝撃超えちゃった感もある。酒も合うけど、ご飯の方がいい。うまいわ。これうまいでしょ。あー、すごい。いや、これね、やってほしいですね。ということで、ささみの最高に美味しい食べ方なんで、皆さんやってみてください。まああれか、鶏胸のね、唐揚げやった時は、もう叩いてたもんね。そう、で、やったんだけど、多分ささみの方が柔らかい。胸肉もうまいんだよ。胸肉も叩いてやって、すごい美味しいんだけど、多分ささみの方がうまい。いや、もう柔らかそう。柔らかい。なんで、本当にお子さんでも食べられると思うし、
結構お子さん向けの味付けでもあると思うから、そうだね、まあ、結構優しめな感じだ、ね、そう、うんうん、マヨネーズつけて、うん、こうパンチが出る、パンチが出て酒に合うみたいな感じなんで、はい。